悲しいニュースが世の中に溢れている。誰の心も光もあれば闇もある。だが人として幸せとは何か。みんなが笑顔になれれば些細なことでも共に笑おう。手と手つないでありなろう。命ある喜びを噛みしめて家族にできること、友達にできること、あなたにできること、それだけで仲間がいること、それだけで幸せなんだね。毎日どこかで命が生まれ、消えゆく命を惜しむ声。喜びもあれば悲しみもある世界、改めて気づかせられる。